山根さん、速稼塾の久保です。この度はオーディション49歳の挑戦、感動しました。いや、負けてらんないなと思ったんですけども、今日ね、動画を上げた後に私の Facebook のフィードにも早速出てきましたよ。早速出てきたんで、ちょっと一緒に見てみましょうか。画面を切り替えてみますね。どんなオーディションなのかというと、これですよ。ボーカルオーディション、歌手として活躍したい人を募集します。すごいですね。とてもじゃないけど、このオーディションって聞いた瞬間、そんなね、私なんか挑戦してもしょうもないじゃんって思うじゃないですか。で、読み進めていくと、さらにね、ビビることが書いてるんですよ。この豪華な11大特典、まずは、特典その1、ドラマ主題歌。冗談じゃないと、こんなことできるかと思いますよね。その2、映画主題歌。もうやめてくださいよって。まさかね、私が選ばれることはないと思いますけども、山根さんが選ばれたらどうします、これ。ドラマの主題歌、映画の主題歌で、ラジオ番組の MC として出演。ラジオ番組モテるわけですよ。ラジオ番組はまあいいとしてね、あとラジオ番組のテーマソング決定と、すごいですね。で、番組に出演したり CM ソング、ちょっとすごい世界じゃないですか。ラジオドラマの主題歌もやって、そして全国に配信され、有名プロデューサーと個人面談、つんくさんもいるかもしれないですよ。これは秋元康さんとかね、あと有名プロデューサーによるトレーニングを受けるという、血も涙もないようなトレーニングですよね、きっと。すごい厳しいんでしょうね。で、ミュージックビデオが作成ということでございます。さらに合格者には専属マネージャーがついて、 SNS などライブ配信のサポートを受けれると。こんな大それたところにね、第5アンズ知らない人ばっかりですよ。音楽のことなんて全く分からない。あ、郷ひろみさんがいる。あ、上田彩ちゃんもいるぞ。怖いですね。こんなところにね、応募していいんでしょうか。すごい。わー、山根さんすごいですね。まあでもね、こういうものが目の前にあって、挑戦しての後悔ってのはあんまりありませんけど、ないと思いますけども、挑戦しなかった時の後悔ってのは多分ね、50代60代でも引きずるでしょうね、きっとね。だって今決断できなかったら、来年こういうチャンスがあって決断できますか？10年後決断できますか？20年後どうですかね。すでに私たちはもうね、賞味期限切れてるかもしれないですよ、青春という賞味期限はね。でもそんなものがなくたって挑戦はできるわけですよ。挑戦権はみんな平等ですよね。みんな平等な挑戦権あるんですよ。あとはやるだけやったっていう風な、そんなね、プレゼントを自分にもたらしてあげてほしいなと思います。まあ、山根さんね、本当にすごいですね。山根さんの挑戦っていうのは、おそらくあの松潤さんにもなんかね、ある動機を与えたんじゃないかなと思いますし、私はね、ちょっとね、オーディションね、これね、出してみようかと思っちゃいましたよ。無謀にも、私の場合は無謀ですけども、いいじゃないですか、無謀でね。もう何をやったってね、恥ずかしくねえぞということで、私も応募させていただきます。後々ね、私のアカペラ動画を上げさせてもらいますけども、皆さん、まずは皆さんのオーディションを私にかけてみてください。では、いってらっしゃい。